はい、というわけでですね、今回は超フェスプランの方なんですけど、ちょっと課金で天井の方やっていきたいと思います。もうね、気が遠くなるほど出なかったですよ。これも今まで何ですかね、3万ぐらい課金してるんですけど、まあレミリアの方はですね、まあ76連目で出ました。まあ、意外と早く出てくれたんですけど、フランの方がもうなかなか出なくてですね、これからちょっと課金で天井も覚悟で引いていこうと思うんですけど、まあソシャゲのガチャってね、本当に儲かるなと思うみたいですね。やっぱり課金しても出ない時は本当出ないんですよ。で、出ない時にどうなるかっていうと、もう本当に推しの人っていうのはですね、もう課金を惜しまずにも引くんですよね。しかもだこれ天井、一応このキャラのガチャというのは250連が一応天井なんですよ。250連が天井なんですけど、ここまでやったらもう引くしかないじゃないですか。もう天井をやって交換するしかない。やっぱ儲かりますね、こういうビジネスっていうのは。キャラクタービジネスって本当儲かりますよ。はい、というわけでね、またフランを引いていこうと思うんですけど、これは何個ですか。これは強いです。これは方向が当たってないけど金で転倒します。どうせ出るんだったら何かね、いいんだってくれ。さあ、一体出たんです。これも全然一体、もう同じようなキャラしか出ないって、ね、これね、まあ、ガチャのテクニックですけど、何の動画か分かるんです。コンテンツビジネスのメリットとかね、こういうキャラクタービジネスが儲かるよっていうような、まあ、そういう話をしてた動画だと思うんですけど、まあ、ガチャのテクニックとしてはね、やっぱ同じ時間帯にやるっていうのをやめた方がいいです。なので、まあ、僕は結構これもうずっと貯めてたんで、最終日だから一気に引く人なくなったんですけど、ただ1日ごととかにね、例えば10回ずつ引いてみると、そういうふうにやった方が多分、ね、出る可能性が高いと思います。おお、出た。このタイミングで吸血鬼狩りを狩る吸血鬼フランボールスカイだったの。すべてのハンターを狩らなくちゃね。いやー、これは嬉しいというかね、課金、まあ、天井覚悟だったんですけど、まあここで出てしまいましたね。いやー、よかったー、お知らせでよかったみたいな感じ。もう本当にね、改めて思いますよ。このなんだろう、コンテンツビジネスってね、こういうキャラクターとか作ったりしてる、キャラクターもね、コンテンツビジネスの一つですよね、なんか言ってるんですけど、もう本当にね、こういうの儲かりますよ。コンテンツにファンができるってことですからね。やったー。こんな感じで、224連。どうしよう、もう天井行くか、それじゃあ。まあ、その次に、まあ、サナエさんが来るんですけど、明日から。どうしようかな、これ迷うな。結局、なんかね、クレヨンの時もそうだったね、復刻の時も。このタイミングだったらもう、なんだろう、224。あと30連やれば、あと30連やれば250で天井で交換して、それと合わせれば、まあ、普段の裏チャラっていうのを作れると思うんです。裏チャラ作ってもここまでやってね、出なかったんだから、もう本当に裏チャラを作ってもらって、裏チャラ作ってがっつり周回してもらいましょう。2回戦とかなんか幽霊の牽制だとか、正体不明の撤退チームとか、そういう強力なエルダー周回、まだ僕はね、そこまで優秀ってあんまできてないので、これをちょっとやってもらうのも手じゃないかなって思うんですけど、あと30連って微妙な数字だよね。あと、どうしようかな。でも、またかしがあるから、崩れるんだよ。またかしがいっぱい購入したから、崩れるんだよ。じゃあ、ちょっと超フェスのレミリアをちょっと、取ってみましょうか。甘かたしろ。うわぁ、えぐいな、この数。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個。やばい、これ。レミリアとつって、フランをとつっても、それでもまだあと1、2、3、4、5枚余るってことですね、これ。やばいね、これ。でも、とつっちゃいましたか。再生にも余裕があるし。フランってどんな。ハンターなら私の獲物だけど、普通の人間には興味ないわね。興味持ってよ。せっかく引いたんだから。お前当てるために何万こっちは課金したと思ってんだよ。やろう。レミフラ姉妹いいですね、これ。揃いました、ようやく。まあ実質レミリアもまあ課金っていうか、残りの組決勝でもやって、まあ、
まあ、何十年かやってれなかったんですけど、まあ、準決勝で単発で何回かやったら偶然当たったので、まあ、実質、まあ、勝ちにしたいと思うんですけど、これでまあこの正月の時期であれですね、6万ぐらいはこのゲームを使ってますね。だからそれにしてもですね、やっぱりこういう運営とか考えるようになったって、やっぱユーザーのね、そのどういう時にお金が手に入るのかっていうのをしっかりリサーチしてるっていうのが分かりますよね。やっぱビジネス視点の話になっちゃうんですけど、やっぱお年玉の時にみんなお年玉ドッともらったらそれを一気に稼ぎ分けたって、それを一気に自分のものにできるみたいな感じで、そのタイミングでですよ、このレミフラの超フェスを出してくるっていう、これはですね、もう本当にマーケティングがうまいというか、まあいろいろ僕もまあこのゲームについては、ちょっといろいろね、まあ意見とか感想とか、感想ですね、こういった感想とか、こういうのはいろいろあるんですけど、まあこんな感じでですね、まあ、楽しくできるゲームですので、それでまあ今回の話はですね、まあ、ラジオ感覚で聞いていただければ嬉しいです。